はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回スーパーベジットが極限 Z 覚醒したということでね、使っていこうかなと思ってます。アタックとディフェンス 30% の、まあ、サポートですね。ワーサベジットとかと似てるな。あとチベジットか。通常攻撃 8% 軽減で反撃のディフェンス 150% アップ、攻撃受けるたびにアタック上がっていって、で中核率回心 30% ですね。でバトル中自身が3回受けるたびに気力プラスのさらにディフェンスアップ。うん、まあで回心も上がると、まあ弱くはねえんだけど、うん、まあ弱くはねえけど、なんかために貯めたキャラだけどなーっていう感じかな。あ、まあ今回ガンマ1号2号やっていこうかなと思ってます。左から無凸2G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  フレンド3凸です。まあこんな感じでええんちゃうかな。すげえ適当だけど、まあサポありだね。うん、普通に強いと思う。でリンクレベルに関してなんですけども、まあ知の極ベジと技の極ベジはマックス、8周年は低い、こいつは高めぐらいかな。はい、やっていきましょう。まあどんな性能かっていうところをね、しっかりとお見せできたらなと思います。まあ強さっていうんかな。まあ極限 Z 覚醒したことによって強くなったのか、果たしてそれは真逆なのか、ね、見せてもらいたいと思います。でウィス使います。さすがにね、火ダメバカにならんからな。さあどうするかな。技木玉取ろうか。まあダメージカット組み合わせられてるから多分防げれるとは思うんだけど、これでいきます。よっしゃい。まあ、ここからディフェンス無限上昇しっかり積む必要があるんで、まあ、しっかり積んでいきたいところではあるかなと思います。ドーン、まあ、火力は出れへんからなこいつは。まあただ真ん中配置したらある程度火力出るかな、どっちかっていうと。あと2発撃ちナイス。いや、やっぱね、このスーパーゴジータ使うのがね、俺は本当にめちゃくちゃ楽しいわ。こいつありきだもんな、俺の中で。いやだー、撃ってくんなって言うと。おう、まあ、今回無限上昇少ねえからな。どうなんだろうね。まあウィス使ってる間にしっかりと相手の攻撃を受けまくりたいところではある、ね、やっぱり。うん、悪くはないかな。悪くはない、良くもないけど。これ取って即いける？いけた、ナイス、オッケー。まあケツは守れるでしょう、必殺連発してくれるし。よいしょ。でこっからですね、アタックがまだ低い状態なんで、で3回受けて1回、30% ディフェンスが上がった感じかな。 30% だったかな。で今4回ぐらい受けたか、あ3回か受けた感じか。さあ900、高っ、902万もあるよ。よいしょ、 OK、 ナイス。さらに加速していく。あ、こいつ本当にディフェンス面での無限上昇はかなり強い部類に入るから、めちゃんこ強いよねこいつ、正直。ただうちのチームにさ、結構初手守り弱いんだよ、ね、そこをどうカバーしてあげるかが分かんねえ。そうい、2発目そういからのおかわり、そういからの、まあさすがにないか。 OKOK、 悪くない。どうするかなこれ、ベジッ、いやどうだろうな、これ残してもいい気がするんだけどな。そうだな、残すか。雪玉ちょっと取って回復しつつ、これ初手打ってきたら俺消える。危ねえ、ナイス。え、技値力速だっけ、なんか忘れたな。ドンタコス、
オッケー、わだち1から速だったら次有利だからね、めっちゃ。はい、オッケー、いいね、たまんねえなおい。お、来ましたよ皆さん、初手守りの優秀なキャラ。さあ行くぜ。ごめんね、めちゃくちゃうるせえ音入ったかもしれん。うるせえバイカーがおっとさくそうるせえな思うて今、ごめんなもしかしたらブンブンブンっていうの入ってるかもしれん。くそうるさいほんま。さあこれでいきましょう。さあどうだ、まあ、ここは通常攻撃打ってくるでしょ。先に必殺打たしてほしいな。 OK、さあ238万、そこまでだな、なんか最後の切り札なんだけどな、なんかそこまでだな。うー、できたー、やべえやべえ、有利属性だけど、おお50万、なんかそこまでだね、なんかそこまでだな。そんなに、なんか微妙な匂いがしてきたぞ。大丈夫かこれ大丈夫か本当に、なんか不安だぞ俺。オッケーオッケー、これサクッと倒してしまいそうだな。628万、次のターンでは倒すはず。だから同色機動を取って回復してゴジータになりたい、ね、スーパーゴジータに。そーい、避けろ。オッケー、ナイス、まあまあ防いだからいいよ全然。あ、慣れない、慣れない、慣れないですか。だったら技機動はちょっとでも取ってっていう感じでやってったらゴジータになれるんじゃない。あれ、そうだ、最後の切り札だもんね。なんかそこまでだな、俺の気のせいなんか。でこれ取って、はい、行きました。これはもう皆さん僕が好きなのよく知ってると思うんで見ましょう。もう至高のフュージョンですよこれ、本当にマジで。もうこれだけで俺何回飯食えるか。俺は悟空でもベジータでもない、俺は貴様を倒す者だ。ぶっ倒す、張り倒すで。やっぱゴジータかっけえな、強いし。まあ、体力マックスになったんで大丈夫でしょう。で4ターン後にこいつが必殺4回、え、攻撃4回だったな、すれば元気玉打てるみたいな感じなんですけど、今が6ターンなんですよ。ってことはこいつはもう攻撃したっていうことなんで大丈夫ですね。うん、あ、攻撃だね、だから4回攻撃したから OK っていう感じで。うわお、ケツめっちゃ攻撃してくんな。これはどうする、元気玉のためにこっちに配置すべきか、はたまたこうすべきか。男ならこれしかねえ。始めるぞ、用意をしろ、元気玉の用意だ。稼いでくれ頼む。で今が25万の24万、なんかそこまで強さを感じひんな。え、こんなもんなんかな。あ、ミスった、しかもミスったわね、あなたミスったわね、私見たわよ。でも本当になんかそこまで強さを感じんな。262万、最後の切り札だけどな、火力が低いな、低いな、火力が低いわ。
ディフェンサーともかく、確かにこいつ受ければ受けるほどだもんね。やめてー。では3ターン後にまた会いましょう。まあ、3ターン後に蹴りつけてやるよ。そう慌てるな。OK。 最後で必殺を打ってきやがるなこいつ。じゃもうこの配置しかないやん。マジかよ。ちょっとアイテム使わさせてくれ。さすがに。でこれはもうこれでいきます。ゴリ押す。俺は受けるよ。俺は受けるよ。全てお前の思い受け止めてやる。避ける避ける。食らう。めっちゃ痛い。アイテム使ったけどめっちゃ痛いね。え、アイテム使ってるの俺。避ける。244万。これ追撃欲しいな。違う違う、それじゃねえよそれじゃねえよ、それじゃねえよ。おお、でも防げれてる。これどうだろう、防げそうな匂いがするけどな。勝てー、ガンマが勝てー。お前らは貸してくれるぜ。OK。さあ、集め。さあ、これどうするかな。問題はね、次のターンなんですよね。技5G、チー、僕、ベジー、あと1体でやったっけ。ああ、ベジーとか。大丈夫かな。次がちょっと怖いな。あと、ここでの火ダメがちょっと怖いけど、どう来る。ドンタコス。ああ、防げれたよ。ちょっともう、必殺打ちすぎだって。なんだろうな、そこまで強さを見出せんな、やっぱりこいつに関して。アタックが最大値 120% しか上がんねえもんな。そこが難しいよな。ちょ、技ごじに託すしかないな、これは。行こうか。誰が必殺打ってる。ディフェンスがな、23万29万か。でもうわこれ悩むな。ダメージカットあるわざこじの方がいいんだけどな。どっちかっていうと、あ、わざこじでいくか。あ、お前はちょっと追ってもらわな困るな。お前が今回主役なんやからお前が残ってくれんと困んねん。これでいきます。ちょ、アイテム使ってるから大丈夫だと思うけど。さあどれぐらいくらう。痛えじゃないの。さあ行くぜ。あなたにお届けソウルパニッシャー。ダーン。オッケーオッケー。やっぱ火力だこいつ。火力が引き。リーダースキルかかってるはずなんだけどな。何かがおかしい。ディフェンス面はまあある程度だけど、まあその程度かって思ってもね。なんだろう、弱えな。弱え。こいつは弱い。ブーより弱いと思う、多分。ブーもまた動画出すと思うけど。ブーはまだ使いどころあるから。さあ、必殺がそこで撃ってくる。ちょ待てよ。誰が撃ってくる？誰が撃つかによる。あ、お前か。お前が撃つか。なら、俺も撃ち返そう。と思ったけど、ちょっと待てよ。これむずいな。ここ耐えるべきなんかな。
まあ打つか。あ、でもこれ真ん中配置してリンクつなげた状態で、なおかつ速ゴジータで木玉取ってからの方が良かったね。チャオ。火力高、火力やば、火力の鬼や。さああとは狩り尽くすだけだ。めっちゃ回復できたわでしかも次ドッカンモード入るから万々歳だね。ただ問題は俺は最後のフラグ回収するかもしれん。フラグ一級建築士やから。いややっぱさ思ったんだけどさ、元気玉 GT の方がめちゃくちゃ強いやんっていう方もいるんだけど、俺的には Z も十分強いぜ。 Z ってさスタンバイスキル両方打てるんだけど、 GT って打てるのは打てるんだけど復活はできねえからさ、ほぼほぼ打てねえようなもんじゃん。そう思うとさあ Z でよかったって思う時もやっぱあるんだよ。それを思うとずっと強えなと思うよ。あ、これ3回受けれるところで、これミスったかな。なあ、寝たい。さあ、弾き飛ばしたいが、これ即元気玉とか打てるんかな。ちょっとやってみよう。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ボーティもう打てるんかなこれ。あ、やっぱ打てへんか。これは打てんよな。そうだよな、なんかそんな気がしてた。いやならさこれでもケツ怖え。いや戦闘も十分怖えぜ。でも俺は行くよ。なんたってドッカンモード入るからな。ほらこれでいきます。いやでも技越しでドッカンモード入れるのめっちゃいいなたまんねえよ。ここはちょっとギリギリなんでしっかりとタップします。そうすることによって火力上がるからね。何倍か忘れたんだよね。でもちゃんとタップした個数によって火力って上がるから、これタップせんでもええやろっていう思ってる人ダメよ。まあ全然余裕で勝てるわいう人は全然タップしなくていいんだけど、その分シーンカットできるし。ソウルバニッシャー、あ、この2個がたまんねえんだよ。はい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。極限ずっと覚醒したタイベジットですね。まあ正直言っていいですか、微妙です。むしろまあ硬さはあるけど火力が全然ねえから、まあ、強くはねえな。俺リードスキルかかってるはずなんだけどなはい、まあ、てな感じでご視聴ありがとうございました。またねチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん。